おはよう。パパ、今日どこで行く？今日コピー用紙買いに行くの。行きたい。行くの？僕も。分かった。でもまだその前に朝ごはんだね。何を作るんですか、今日は？卵焼きです。卵焼き？フライパン火つけた？うん、ちょっと分かったかも。で、お水を入れてね。で、蓋。はい。タコ作ってる、エヴァ。もう良さそうに見えるけど、ほら、大丈夫。今日ね、ウインナーはね、タコとね、カニさんにしたよ。そう、それカニさん。おいしい。おいしいんだね。ねえ、うん、なんでタコをさ、テーブルの上に置くんだい？確かに見た目がヘリコプターみたいな感じだよね。うん、遊ばないで食べようね。あ、ペットボトルで何するの？サッカーボール。どうやったらる？当たった当たった。そう。ママどうやったらる？靴脱いじゃったの？自分で履かなきゃ。もう一回準備だよ。ちょっとできたらこっちで。よかったね。いただきますはしたかな？した？んと？ごめんね。じゃあ聞こえなかったのかな？言ってないの？じゃあダメだよ。はい、今いただきますのね。はい、どうぞ。トマト嫌い。また肘をついて、肘つくの良くないよ。トマト嫌いなのわかるけどさ、でもいつかは食べれるようになった方がいいもんね。まあ食べれんなら避けてもいいよ。何これ、何これ、これ全部入れてない？これ全部入れてるでしょ。ご飯にスパゲッティに味噌汁。食べれるのこれ？もうごちそうさま。なんかほとんど食べてなくない？ただ混ぜただけじゃないこれ。うん、これだとね、きっと食べれなかった。じゃあ今日おやつなしね。うん、これ半分以上残したね。じゃあ2人ともおやつはなしです。はい、ごちそうさまでした。醤油は、うん、椎茸が泡立ってきたら垂らす。
タバスの中に。そう。これって油引いた？引いたよ。こういう便利なのどんどん使うんだよ。もったいない。これで完璧。こんだけでいいね。今日一日。味付けのも焼肉のタレでいいよ。うん、これだけ。よいしょ。ここ大きくなったら覚えるだよ。あとたこ焼きも。たこ焼きは作らない。たこ焼き大きくなった自分で作る。はい。じゃあこれで待ち。匂いに釣られちゃったね。うん、美味しい。美味しい？めちゃくちゃ。これはしらすに青のりとごまを混ぜました。味噌汁、鶏肉の塩麹で味付けした唐揚げです。やっぱり唐揚げだね。唐揚げ本当好きだね。さっきも味見とか言って一個食べてたけど、美味しいですか？美味しい。うん、よかった。さっきお昼ご飯半分以上残したもんね。夜ご飯は食べてほしいな。うん。唐揚げもまだちょっと残ってるから。どれ？唐揚げ。全部食べれたらおかわりしてもいいけどね。唐揚げだったらちゃんと食べるんだな。おいしい。おいしいか？しっかり食べろよ。パパ今風呂から出たからな。醤油たれかけたらうまいぞ。もっちよりも食べるだぞ、ちゃんと。バイバイ。食べれなかったら、おやつなしね。え？ねえ。なんで次離れてるんですか？全部食べられなかったらおやつ食べ。人のこと気にする前に自分のことに集中して。まだ食べ終わってないんだぞ。だから食べなきゃ。人のこと気にする前にまだ自分のこと。しっぱちゃんは典型的な好きなもの食いだね。好きなものから先に食べるって感じだね。もうごちそうさまですか？うわ、私のなんじゃいこれ。唐揚げの中に入れちゃった。うん、だったらバラだと入れなくてもいいよ別に。入れたらちょっと飲めんよね。お、全部食べれたね。えらいね。まだ唐揚げあるけど欲しい？どうする？やめとく？ご飯ほとんど食べてないね。はい、おしまい。